したでしょうか。なるほど、うん、あ家で、マジで。なるほど、そんなことあるの、年越しで。あるんですよ。すごいね。まあいろんな年越し方があるとは思いますが、まずはね2016年明けましたので、一人一人ちょっとメンバーから抱負を今年の、はい、はい、聞いていきたいと思うので、チムさんから。2016年は僕動物がすごい好きなんですけど、2016年は好きなんですけど、2016年から動物超好きになるので、マングースとかキツネとか欲しいかな。そのちなみに猿とは言わないですね。猿じゃない、猿年でも。猿年ですけど、僕は猿はいらないです。いらないですね。まあ猫飼ってるしね。そうですね。それとやっぱヨットが欲しいです。ヨットなんか欲しいのか。わかりました。ゆきさん。僕はですね、2014年去年なんですけど、外食に50回、5回ぐらいしか行ってなかったんで、ちげえの、おじいちゃったね。ごめん、聞いてください。僕はですね、僕はあれですね、去年2015年は外食に5回ぐらいしか行ってなくて、もう3回ぐらいおごってもらってたんですね。なので2016年は50件ぐらい外食僕全部払っちゃおうかなって思ってるぐらいですね。おうじゅうで外食。わかりました、いざ。もうやっぱ王子の後ってやりづらいじゃないですか。分かるわ、気持ちが。王子から、そうですね、まあまあ王子から好きですけど、2016年はですね、はい、爪をまめに切りたいなと思います。爪ってさ、ちょっと例えばリハが続いたりするとずっと伸びてきたりして、うん、ちょっと切るのを忘れたりしない、うん、そうだから2016年はちょっとまめに切りたいなと思ってます。大事ね。はい、しょうがない。みんなは爪を切れ。私はですね、ちょっと真面目な話をするとね、パソコンの、なんじゃん、写真を編集するソフトとかね、フォトショップとかありますけど、そういうのをね、ちょっと導入して、デザインとかちょっと本格的に始めたいなと。なるほど。今年20歳っていう。そうそうそう、そう節目もあるので、ちょっとそういうテクニック的なところを磨いていきたいなと思います。わかりました。それでは、大ちゃん。はい。はい。今年は去年よりも明るく前向きに過ごしたいと思います。ありがとうございます。はい、というわけでね、一人一人抱負言ってもらいましたが、はい、もちろんプリズマックスとしてはどうですか、皆さん。ブリッツですよ、まずは。そうなんですよね。先日、そう、3月14日ホワイトデーにですね、僕ら3周年記念ライブということで赤坂ブリッツでのライブが決定しましたけど、今回あれじゃないですか、いつものそのライブパフォーマンスプラススペキングスじゃないですか。スペキングだから来ないですね。すみません。ダブルダッチです。ダブルダッチ。ダブルダッチ。そうだ。あれはやばい。俺やったことないし。確かに。ね。俺いや確かにね。お前は俺の人生何してるの？じゃなくて、二重跳びとか三重跳びあんじゃん、縄跳び。三重跳び。縄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 跳び。俺はちょっとやったことないからちょっと怖いけど。そう。ちょっとね、映像見たらすっげえ難しそうだった。ね、ちょっとね、本当に時間はあるけどないよね。いや、絶対ないんだよね。そういうねえよ。どうせ見せるなら完璧にしたいから。ね、もちろん早めに練習したから。なので、ちょっと本当にすぐに取り掛かる形でちょっと頑張っていきましょう。はい、生跳び。誰が跳び？あ、ごめん。はい、まあ、ごめんなさい。というわけで、皆様、2016年のプリズマックスの応援、よろしくお願いします。ごめんなさい。バイバイ。今年の1年のチームが見えました。見えましたね。これぜひブリッツでも見たい。